ありったけの地獄を詰め込んだと言われた沖縄戦。その地獄にリーダーとして向き合い、深まる苦悩の中で決断を下した男がいた。俺は死にとうないから、誰かが言って死んでくれとはよう言わん。勇気は湧いてきてね、この人とあらば運命を共にすることができる。住民をあれだけ巻き込んで戦闘をしたいのはね、世界に類がない。軍は軍官民、行政教師の一体化という県民指導方針を決め、住民の意識の中に埋め込んでいった。軍がこう県に対して要請というのは、当時はもう命令なんですよ。軍は県民も玉砕だなどと言っているが、私は何としても県民を守らねばならない。命が大事だよということをいつも言っておられた。自分の体を大事にしなさい、むやみに死んじゃダメだって。